この戦う必要があると思うんですよ。はい、あいいですね、これは一気に取る、いいですね、中段からケダン蹴り、松田明、しかしアンディフグの左足を一気に攻めます。はい、今アンディ選手左足を浮かした状態で、はい、受けてましたので、ええ、やはり蹴ってもあまりこのダメージはないように見受けられますね。はは、その辺なかなか考えてますね、はい、アンディフグ。ちょうど柳の木のような、柳の枝に向かって蹴ってるような状態になるわけなんですよね。は